よいしょ、到着しました。はい、長野駅に着きました。今回は長野でワーケーションさせてもらおうと思って来ました。はい、なので、まあ、3泊4日なんでちょっと荷物も多いんですけど、あ、やべ、荷物スーツケース忘れ、すいません、そのまま知れ、ありがとうございます。すいませんでした、ありがとうございます。いやー、忘れてから10分後に戻ってきました。奇跡です、よかった、ありがたい。じゃあホテルが開くまでこちらのスターバックスでちょっと仕事していきましょう。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、終わりました。で、今夕方の16時なので、ホテルの方に向かいます。長野駅から徒歩1分のところにある相鉄フレッサインというところに今回は利用させてもらいます。あ、そうですか。あ、はい、ありがとうございます。地域共通クーポンを初めて紙でいただきましたけど、なんか金券みたいな感じでしっかり厚みと硬さがあります。1119号室ですね、失礼します。はい、ということでお部屋に到着しました。部屋はかなり清潔感があって綺麗です。でも今日気づいたらアーモンドラテぐらいしか口に入れてないので、今から腹ごしらえ行ってきます。でも今日はちょっとお肉がいっぱい食べたいのでこちらに入ります。よいしょ。あ、じゃあ、お気軽コースを一つお願いします。はい、お気軽コース一つでありがとうございます。はい、お飲み物どうしますか。はい、飲み物お茶で大丈夫です。かしこまりました。はい、めちゃくちゃお腹空いたので地元の美味しい料理というよりかは食べ放題っていう感じで来ました。あー、美味しかった。うわ、外めっちゃ寒い。いっぱいです。いや、それにしてもなんか夜になるとまた一段と静かになりますね。なんか騒いでる人が誰もいないっていう、みんな静かに歩いていたので街がすごい静かでした。そうっていう感じで、まあすごく居心地が良かったわけなんですけど、ちょっとここに来たからには戸隠神社の方に行きたいので、そう、今回絶対そこは行きます。はい、おはようございます。翌朝になりましたけども、めっちゃ晴れましたね。最高の戸隠日和です。電動経由戸隠駐車行きです。飯綱高原は通りません。最初は方向車というところに行きましたけども、早速274段の階段を登りましょう。ここでいきなり鍛えさせられますね。参拝が終わりましたので、次はこの神道というところを通って、次の神社に行きます。うわ、本当に空気が澄んでますね。空気がめちゃくちゃ澄んでます。すごい気持ちいい。そして今日は本当に戸隠日和ですね。最高にいいお天気です。戸隠神社の存在は3年前ぐらいですかねから知ってたんですけど、なかなか来る機会がなかったんですよ。そうで、今回
もう行きたいっていうか、まあ、どうしても行きたいとなんか駆り立てられる感じがしたので、でもう行っちゃおうということで来てみました。ありました。こちらですね。なんかひっそり佇んでてすごいいい感じですね。よし、じゃあ次に行きましょう。いやでもここまででまだ2人にしか忘れ違ってないですね。はい、そして結構舗装されたところを渡っていきます。あ、ここは結構車の通りは多めですね。はい、駐車に来ました。うわー、すごくすっきりしてますね。ここもということで、駐車の参拝も終わりましたので、次はいよいよ奥社に向かいます。はい、奥社です。行きましょう。さすがにやっぱこの2キロの道のりは疲れますね。汗もかいてきましたしと思ったら、なんかネットで今調べたら、まあ今ここでネットっていう言葉使うのどうかと思いますけど、なんかネットで調べたら外の気温は20度らしいです。うわ、こういうところどころ樹齢すごそうな杉たちがいっぱいいるので、うん、いいですね。はい、あれが戸隠の山ですね。綺麗ですね。歩いてるだけなんですけど、すごい幸せなんですよね。なんていうんでしょう、気持ちいいし心地いいしのんびりだしみたいな。うお、すごい、これまたすごいですね。いや、大先輩にえい。はい、戸隠神社奥社入り口まで来ましたと。でここから奥社に行くのがまた歩くんですよね。ちょっとその前に腹ごしらえしていきましょうか。うん、美味しそう。よいしょ。信州の牛まんと。信州。あ、こんにちは。すいません。あ、こんにちは。この牛まんを1個お願いします。はい、はい、ありがとうございます。さっぱりしたですね。うん、これちょっと動画で伝えきれないのがもったいないですけど、みんな超でかいです。すごいな、大先輩。はい、結構登りますね。ここはもうかれこれ15分ぐらいゆっくり登り続けてるんですけど、まあちょっと疲れますよね。ふぅ、そろそろですね。御神かな。九頭龍社です。そして九頭龍社のすぐそばにあるこの奥社ですね。これで最後です。3年越しにやりたかったことが実現できました。
あ、達成感って感じですね。じゃあ今からあの下山しながら、信州そば食べたいと思います。はい、ということで駐車のあたりに来たんですけども、ここら辺でちょっと戸隠そばをいただきたいと思います。よし、じゃあここにしましょう。はい、お、いいですね、雰囲気ありますよ。雰囲気めちゃくちゃいいですね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで今回の Vlog 動画は以上となります。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。